皆さん野球楽しんでますか？アメージング監督のシュウです。ですね、リーグ戦で先週ですね、チームメイトがですね、バッティングの手袋をですねなくしてしまったということであげました。なんで自分の手袋がスラッガーさんの昔使ってたちょっと大きいのがあるんですけど、新しいのをですね、購入してきました。まあ、ちょっと名古屋とかまで行って購入しようかなと思ったんですけど、途中の道でもう引き返してやめました。なので、豊橋市内で購入したんですけども、こちらの畠山さんのバッティング手袋を購入しました。特徴としては丸洗い OK、まあ、これは結構大事ではあるかなと思うんですけど、シーズンオフになったら洗うんで。で、滑り止め加工、グリップ力アップ、クッション性アップで衝撃吸収、まあ、これは手袋をする意味として、まあ、大事ではあるんですけど、あとは2箇所補強で強度アップですかね。ちょっと開けてみます。高校野球対応カラーの方でダブルベルトになってます。で、このダブルベルトがですね、ここはかなり個人的な感想なんですけど、ここがすごいポリウレタンだから、なんかすごい分厚いのでできてます。やっぱこれは打った時のどん詰まった時の衝撃吸収とかに結構、まあ、この面ももちろんそうなんですけど、こういったところのクッション材っていうのは結構役に立つんじゃないかなと思います。なんで高校野球とか硬式とかやる人でも全然やっぱり手袋、この手袋あるとないとでは違うのではないでしょうかという感じなんですけど、これ M サイズなんですけど、ちょっと自分にはほんの少し大きいんですけど、まあ、これしかなかったんで、購入したんですけど、ダブルベルトということで2箇所止められてこんなような感じになります。まあ、カラーモデルもあるんですけど、こちらの方が少し数百円安くて、まあ、シンプルで高校野球対応カラーだと思うんですけど、手のひら的には合成比較ちょっとゴムっぽいような素材で、そんなに分厚くはない感じです。で、この手のひらの外側、ここは1枚当て側がしてあって補強になってます。うん、かなりほんの少しワンサイズ大きいんですけど、フィット感も良くてかなりいい感じのバッティング手袋ではないでしょうか。内側に滑り止め加工があるということで、確かにちょっと普通の、まあ、全然見えないですけど、普通の今まで自分が使ってたのよりは中がほんの少ししっとりというかしていて、内側も滑らないような感触があります。手の甲のちょうど節が当たる部分には柔らかい素材が、薄い素材が使ってあって曲がりやすくなってます。ほんの少し、指が見える穴が開いてる部分があって、通気性を計算されてるのかなと思うんですけれども、そんな感じで新しい手袋を購入してきたんで、次の試合はこれでやろうかなと思います。